美食を求めてあちこち冒険していると、いろいろ大変なことに直面していそうですね。お察しいたします。危険を冒してまで美食を追い求めるなんて冒険者の鏡ですね。でもその経験のおかげでこうしてレムたちは助かっています。レムたちは皆様のことをとても頼りにしています。こちらの世界の料理は面白いものが多いですね。せっかくですし、いろいろと学んでいきたいです。それにしても夜中の騒音には驚いたわね。はい、ただお鍋の山が崩れただけで何事もなくてほっとしました。ごめんなさい、私がうっかりお鍋をためにしてばかりいるから。おかげで皆さんを驚かせてしまって、これはもう腹を切ってお詫びするしか。そんな変なこと意気込まないの。大丈夫よ、確かにちょっぴり驚いたけど特に何事もなかったんだからね。はい、ありがとうございます。今度からは壊れたお鍋の積み方を工夫しますね。お鍋を壊さない方が先決かと思いますが。待ちなさい、今何気なく話していたけど、ノストラダムスって一体誰の話なの？確かに主様は大変顔がお広いので、ついつい当たり前のことと聞き流してしまいました。ずいぶんご立派な名前の方ですね。そのノストラダムス様というのはお知り合いですか？え、昨日の夜救護院の外で会ったの？私が鍋が崩れた音でちょっと離れてた隙に。でもあなたはあの時誰も来なかったって言わなかった？ふむふむ、悪い人は誰も来なかったですか。なるほど、これは仕方のないすれ違いですね。本当だわ、言われてみたら悪い人はって言ってた。深夜、女と子供しかいない救護員、その外をうろつく男、間違いなく変質者ね。それでその人とはどんな話をしたの？うさんくさい預言者を名乗ってあれこれと好き放題に言っていった。あのね、ラム、私今の話と話し方ってひょっとして。皆まで言わないでください、エミリア様。ラムも頭が痛いと思っているところなので。やっぱりスバル君ですよね。実は今朝からそんな気がしていたんです。今朝から？はい、起きてすぐ洗濯物をしようとして気づきました。救護院の周りに魔女の残り香がすると。ただ悪意が感じられなかったのと、以前のスバル君と同じぐらい濃い匂いだったので。それで朝からそわそわしていたのね。言ってくれたらよかったのに。昨夜のサレン様とのお約束もありましたし、それに腑に落ちないこともあって。腑に落ちないこと、バルスがこちらに接触してこない理由ね。スバル君が訪ねてきたならそのままレムたちと合流すればいいだけですから。そうされず主様と話して立ち去られたと。確かにそれは不自然なことですね。予言という形で
いろいろおっしゃっていたご様子ですが、皆様何か思い当たる点などございますか？スバルのことだから、きっと何かすごく大事な意味があるとは思うんだけど。ええ、きっとそうだと思う。だからあなたも信じる気になったんでしょ？主様が信じたいとおっしゃるなら、私もその方のお言葉を真剣に受け止めるだけです。でもその予言を信じると、皆様は緑のおかっぱさんと出会うことになりますよね。そうなのよね。きっとあの大祭司教のことだろうけど、私たちは人任せにするって決めたばっかりだし。なんとなく語弊のある言い方ですね。とにかく魔女教のことと私たちのことはまた。あれ、誰かがいらっしゃったみたいですね。はいはい、どちら様でしょうか？あ、いた、いたわね。やっと見つけたわ。キャリちゃん、それに一緒にいるのはペコリーヌ？キャルちゃんったらひどいんですよ。私まだ食事の最中だったのに無理やり連れ出されました。やかましい。のんきにご飯なんか食べてる場合じゃないわよ。あんたも無関係じゃないんだから力を貸しなさいっての。お腹が減ってちゃ戦えませんってば。ちょっと待って、落ち着いて。そんな風に乱暴にしたらダメじゃない。そうですよ、キャル様、ペコリーヌ様がおかわいそうです。そんなこと言ってる場合じゃないわよ。大変なんだから。決まってるじゃない、出たのよ。出たと申しますと？あ、もう今こうやってあんたたちを探しに来たんだからわかるでしょ。私たちと関係があるってもしかして？そう、そのもしかしてよ。あの丸まって飛んでったおっさんが見つかったの。これはどうしたことですかね。私がアクセクと啓蒙活動している最中、よもやこれほどしっかりと取り囲まれるとは驚きです。なるほどなるほど、これはこれは随分と準備万端なご様子ですね。当然さ、ようやっと見つけたぞ、国威の怪人。この出会いを私は焦がれていた。なんと、あなたは私を探していたと、そして見つけた。ならば実に実に実にあなた勤勉ですね。そうだろうそうだろう、もっと褒めろ。しばらく退屈な任務続きだったからな、お前のような敵が現れてくれて私は嬉しいよ。所属不明、正体不明、目的も不明だ。一切合切が謎に包まれた黒装束の怪人。お前は私の退屈を殺してくれるんだろう？あいにくと私の使命は別にあるのです。あなたの希望を叶えるものではないのですよ。ですが。ですが、なんだ？使命を遂行するための私の歩みが結果的にあなたと反目し合うのであれば仕方ないのです。我が勤勉を妨げるならばあなたを廃し進むのみです。なっ、いいぞいいぞ、最高の答えだ。期待以上の回答だ。任務を買って出て正解だった。
さあ殺し合おう、愛しき敵よ。私の命を奪いに来ておくれ。剣か魔法か、はたまた呪いか、何でもいいぞ。お待ちください、副団長。我々はあくまで先遣隊で、交戦の許可は。水を差すなよ、退屈なやつめ。許可なんて求めるものか。私は副団長だぞ。引くも行くも私が決めるさ。それが私というものだ。ですが、不審人物の目撃例は2つ。あの男からもう一方の仲間の話を聞き出さなくては。わかったわかった、聞いてやるよ。私とあいつが殺し合って最後まで両方が生き残ってた暁にはな。いい覚悟です。実に鋭くまっすぐな敵意です。あなたが福音に選ばれていればきっと敬虔なる信徒となったはず。残念です。私の信じるものは私が決めるさ。誰に導いてもらう必要もない。ならばせめて私の手で倒れるのです。私の勤勉の前に怠惰なムクロを晒すのならば、それは魔女の身元へ捧げられた証に他ならないのですから。始めるぞ、黒装束。私をこの尽きぬ退屈から救い出してくれ。あのおっさん、もうむちゃくちゃよ。行方不明者も怪我人も次から次へと増えてるし、このまま放っておいたら大変なことになるってわけで、ようやく居所をつかんでナイトメアが先遣隊を派遣したところよ。そのままあのおっさんをとっちめようって魂胆ね。そう、滞在司教を。でもキャルちゃんってばすごいのね。え？すごいって何が？そうですね、さすがキャル様、お耳が早いです。ナイトメアの動向まで掴んでこられるとは。このこっころキャル様のご敬願に驚くばかりです。ほんとキャルちゃんってばすごいです。やばいですね。やっぱりキャルちゃんの可愛いお耳のパワーなんですかね。おー、そうね、そうかもしんないわね。まあたまたまちょっと小耳に挟んだってだけなんだけど。危ない危ない、うっかり私が王宮に出入りしてるってバレるとこだったわ。陛下はなんでかこの件の解決にペコリーヌたちを巻き込めって。何の意味があるのかわかんないけど説得できるかしら。だけど不思議ね、どうしてその話キャルちゃんは私たちに教えてくれるの？聞く！それはほらあれよ、あんたたちも因縁の敵の情報は知りたいと思って。確かにそうなんだけど、でも私たち昨日今回のことは他の人に任せるって。エミリア様お待ちください。でも昨日のサレン様とのお約束は覚えています。ですがスバル君、ノストラダムス様の言葉、あれがレムは気になります。近づくだけで危ない不思議な力ね。うさんくさいにも限度があるけど、もともとバルスの言ってることは全部がうさんくさいし。少なくともナイトメアの皆様はその情報については知らずに向かわれたかと。そうなると話は別です。何も知らないナイトメアの皆様が滞在司教に敗れて死んでしまうことがあったら、それはとてもとても嫌なことね。だけど私たちだけじゃ。昨日もそう言ってくれたわよね。ふむふむ、状況はよくわかりませんが、
とにかく皆さん大急ぎでやりたいことがあるんですね。でしたらギルド美食殿が力を貸します。本当は美味しいもののための冒険が目的なんですが、今皆様の窮地を見過ごしては私たちも美味しいご飯を食べられなくなります。そういうことほら、だから死の子の言わないでおとなしく私たちと向かいましょう。お人よしたことね。でもラムはそれに甘えることに躊躇がないわ。さすがです姉様、その決断力、他の追随は許しません。もちろんレムも賛成ですよ。魔女教、それも滞在司教が相手となればレムの携帯用の鉄球が火を吹きます。みんな、うん、分かった。分かりました。パック、話は聞いてた？今起きたとこだけどね。聞いてたし、無茶するなって思うけど、でも僕はリアの味方だからね。君がしたいこと、正しいと思ったこと、それをするのをお父さんらしく手伝うだけだよ。ありがとうパックと、それにみんなも。スズメちゃんごめんね。サレンさんには悪いけど、私たち決めたの。私はこのことをサレンお嬢様にお伝えします。皆さんどうか無理はなさらないでください。ええ、お願い。サレンさんにはきっと後ですごく怒られちゃうと思うけど、うん、大丈夫、気合入った。それじゃあ行きましょう。私たちも今だけはギルド美食殿だから。異世界に来てまで忌々しい魔女教徒に出会うなんて